冬の流行に備え、今日新型コロナワクチンの秋接種が始まりました。今回は生後6ヶ月以上の希望するすべての人が無料で受けられ、オミクロン株の変異種に効果が出るように改良されたファイザー社とモデルナ社の新しいワクチンが使われる予定です。自分もコロナになってなったから、うん、おととになった。やっぱり安心感があるわね、うん。厚労省によりますと、無料の接種は今年度で終了する予定だということです。京都市伏見区にある恥ずかしクリニックでは、一つで、インフルエンザと、コロナウイルスと両方チェックできますので、頑張ってくださいね。ごめんなさいね、しんどいのに。今月に入ってから発熱患者が増えてきているといいます。飛躍的に増えていると思います。インフルエンザとコロナウイルスの同時流行が、起こっています。夏休みが終わって学校が再開し、コロナだけではなく季節外れのインフルエンザ患者も増えているといいます。熱がね、結構昨日から高くって、周りにインフルエンザの人がいたもんで、咳が止まんないぐらいですね。先週火曜日検査結果は、まずコロナウイルスの方ですけど、コロナウイルスは陰性の証明でした。ところが、インフルエンザ、に関しては T のところに線がくっきり、入っています。診断としてはインフルエンザの A 型、発熱患者の急増により不足してきているものも。ちょっと最近風邪薬が、不足してるんですよね、全国的に咳止めや解熱剤などが足りない状況となっているのです。通常の患者さんを、診察しながら発熱の患者さんの対応もしていくというような状況で、医療現場としてはかなり逼迫した状況が今もなお続いていると。コロナの感染拡大はいつまで続くのでしょうか。この人は、まだ全国的に今のいわゆる第9波といいますか、今のこの波はピークには達していません。この冬にかけては少しまた気がかりだというふうに私は思ってます。